皆さんこんにちは。さあ今回はですね、デジタルガジェットやね、カメラを使っている方には必見のアイテムを紹介します。ナイトコアのエレクトリックフォトグラフィーブロワー BB2 を提供していただきました。ありがとうございます。はい、今電動ブロワーなんですが、過去にうちのチャンネルでこちら、はい、同じくナイトコアのこのベイビーブロワーってものを紹介したんですが、それの進化バージョンですね。で今回はこの2つを比較してみて、まあどのくらい性能が上がったのかってところもね、見ていくことにしましょうか。それじゃあパッケージ開けていきます。ナイトコアってこと黄色と黒の2色カラーのやっぱ、ね、ものが多くていいです。かっこいいですよね。はい、こんな感じでパッケージも結構おしゃれですね。それじゃあオープン。おお、ここもなんかいいですね。 BB2 スポーツカーかなんか、なんか商品みたいな、こうね、光沢のあるこのカードが入っていました。そして取扱説明書、まあ、今回はそこまで難しい製品ではないので、説明書は別に日本語が書いてなくてもいいんですが、まあ、書いてませんね。英語とか、ドイツ語とか中国語の表記はありますが、日本語の表記はありません。そしてこちらが電動ブロワー本体になってます。おお、かっこいいですね。今回はなんかね、よりメカメカしくなりました。前がちょっとこうずんぐりむっくりな、まあこれはこれで可愛いんですけども、それに比べてかなりね、こういかつい感じに、はい、なりました。そして、充電のためのタイプ C タイプ A のケーブルが1本と、まあ、非常にシンプルな、構成ですね。 あとメーカーの方からですね、こちら、ブラシですかね、これ交換ブラシがね、一つ送られてきました。これも後からね、ちょっと見ていきましょうか。ではまず外観から見ていくんですが、フィルターの位置が変わりましたよね。前はこの時に本体の、後部の方にあったんですが、今度のフィルターは前の方に移りました。でフィルターもね、グッと押し上げるとここに2つメッシュがついているので、まあここを定期的に掃除して使う感じですね。で今度はすごいですね、これもうあのこのファンの部分がむき出しになっているので、ちょっと使う時はね、必ずこのガードをつけてください。前回はフィルター外してもここにプラスチックのガードがあったんで指とかも安全だったんですが、今回はむき出しなので、そこだけはね、気をつけてください。ここにもあの、ガードをつけずに動かさないでくださいって注意書きも書いてますね。次は先端部なんですが、ベイビーブロワーはこのような外見になっていますが、BB2 はですね、こんな風にキャップが、ついています。で一番の違いはこのキャップを外したここですね。この部分に、はい、押し出す中でスイッチがありました。これをグーッとやるとブラシが出てきます。で前のですね、このベイビーブロワーはブラシはこう別倍でして、こんな感じにくっつけて使うんですが、今回は内蔵式になっているので、まあ、これを忘れてきたとしてもですね、このブラシを出すことができます。でこのブラシもですね、ここ磁石でくっついていますので、グッと引っ張れば取ることができます。で送られてきたブラシなんですが、これは、レンズ用ですかね。そのブラシも、こんな感じで磁石でパチッとね、止めることができます。で柔らかいブラシとちょっと硬いブラシ、これ2つ選んで、使うことになります。まあ、内蔵式だとね、すごい使いやすくなりましたね。でもう一つ大きな違いは、先端にライトが搭載されました。でこの電源ボタンを長押ししつつ、ここのね、新しく作られたジョグダイヤル、これを1個グッと回しますと、はい、ライトが点灯します。これによってよりこうホコリとか汚れをね、分かりやすくすることができます。で使わなくなったら再度カチッとこの、ロックをかけると、ライトが消えます。でこの部分さっきね、紹介しましたが、もうここもだいぶ変わりましたね。この部分が今ロックになっているので、ロックをしている状態では押しても反応しません。まあ、ここにね、バッテリーのインジケーターとかは映りますけども。で、1段やると、サイレントって表示出てますね。これがサイレントモードなので、非常に静かに。まあ、風は出るんですけども、かなり静かですね。で、次、オプティカルって書いてますが、これは光学センサーとか、カメラのセンサー部分を、清掃するのに適しているとのことです。さっきよりかは、結構風はね、強くなりました。でもう一段カチッと下にやりますと、ターボって書いてますが、これが最も、出力が高いモードですね。もうちょっとした小型の掃除機くらいの音が鳴るので、ちょっと深夜とかね、やるのはまずいんですけども、かなり風は強いです。で風の強さなんですが、この初代の、ブロワーベイビーが風速 70km に対して、今回のこの、BB2 は最大 80km まで、達しました。で、風圧ですね、風のこの圧力、最大時のこの風の強さなんですが、この初代のブロワーベイビーが 1kPa に対して、この BB2 は 2.7kPa ということで 80% 性能が向上したということで、風速と風圧どちらも初代よりかもかなりね、性能が向上しています。もう普通に売ってる缶でね、あのガスで発射するエアブロワーと同じくらいの強さになったかと思います。で本体の上部はこんな感じ、ボタンを1回ピッて押すと、はい、残りのね、バッテリー残量が、分かりますし、この下の方には USB のタイプ C のポートがあるので、ここで充電することになります。裏面はこんな感じで、特に何もあるわけではありませんね。まあこういうなんか、ラインヤードホールがあるので、なんかストラップとかつけてみるのもいいんではないでしょうか。といった感じでですね、初代よりかもかなり性能が向上しているので、まあその辺のね、違いをちょっとこれから見てみましょうか。
さあ続きましてはこのブロワーベイビーを使ってこの1メートル先にある紙コップをね、実際風を当ててみましょうか。本当はですね風速計とかがあればいいんですけども、ちょっと今回はですねそれがないのでこの紙コップで試していきます。まずは初代のブロワーベイビー、距離は約1メートルのところから風を当てていきます。でこの初代のブロワーベイビーはですね特に出力の調節ができないので最大からやっていきます。それじゃあやってみます。はい、風が最大になりました。なんですがどうですか。あ、ちょっと動きますね。ちょっとは動きますがこれ以上は動きません。うん、はい、という感じで奥の紙コップはちょっとだけ動いたんですけども、それ以外は微動だにしませんでした。では続きましてこちら BB2 でやっていきます。で BB2 は最大のターボにしてさっきと同じ距離から風を当てていきます。それじゃあいきます。はい、お、動いてる動いてる。おお、どうですか。どっちもね紙コップ倒すことができました。ちょっともう一回やってみましょう。じゃあもう一度最初に戻ってこの初代ブロワーベイビーで同じ距離から風を当てていきます。やります。はい、風を当ててますけども、あら、今度はどっちも微動だにしなくなっちゃいました。はい、といった感じで音はいいんですけどもいまいちね風が、向こうまで届かないんですね。で続きましてこちら BB2、 同じ距離からやっていきます。で出力はターボですね。お、はい、こんな感じでですね、さすがやっぱ新型だけあって全然違いますね。まず音がそもそも違いますよね。ちょっと音も聞いてみましょうか。これが初代の、ブロワーベイビーですね。音がこんな感じ。はい、で続きましてこちらが新型の BB2。 明らかにこの BB2 の方がこうモーターの回転数が高いかなって分かります。ちなみに、ね、これがオプティカル1段階下げるとこのくらいになります。あれ、このくらいが初代このブロワーベイビーと同じくらいかな。こちらの方がちょっと強いですね。うん、オプティカルにするとちょっと弱くなりますね。でもう一段弱くするともうサイレント、まあもうサイレントになってしまうと使う意味があるのかって思うんですけど、まあまあちょっとねその音が気になるところで使う必要がある人はいいかもしれません。基本的に僕はこれもうマックスのターボで使う予定なので、うん、これはいいですね。めっちゃ風が強い。でさっきも言ったんですが、こちらね電源ボタンを押しながらこうロック解除するとライトもつくので、まあ、暗いね中とかこうねホコリとかも浮きてて、まあ、見やすくなるんではないでしょうか。じゃあ実際に次はですねこの BB2 を使ってレンズとかちょっとボディとかをねこれで少しホコリ飛ばしてみましょうか。はい、続きましてねこの BB2 でこのレンズについてはホコリ飛ばしてみましょうか。今回使うレンズなんですがこの、フルサイズ用のね、1635のレンズで、前回ちょっとね旅行にも持ってったやつで、少しこの辺見るとねホコリがついてるのがわかるかと思います。ちょっとこれじゃわかりづらいかな。なのでライトを一回つけてみましょうか。はい、ライトをつけるとこんな感じでね、僕の目からははっきりとこの辺にねこうホコリがバーッとついてるのが見えます。で今回はですねこれレンズなのでこの先端部のブラシは柔らかいやつにね乾燥しています。さあそれでこうターボモードにしまして、早速ねちょっとホコリ飛ばしてみましょうか。じゃあ行きます。あーすごい、ちょっとやっただけでもホコリは簡単に吹っ飛んでいきますね。うわーすげー、本当あのガス式のねブロワーで風当てたのと同じくらいの、うん、はい、花粉量ありますね。しかもこの一番この出力が高いもうトップに行くスピードも前に比べてかなり速いですね。なのでほんとちょっとボタンをプッて押しただけでもうあっという間に、はい、トップスピード、うん、かなり風の抵抗を感じます。まあ、レンズは全然綺麗になったんで、この辺のボディとかこの辺をちょっとねやっていきましょうか。でレンズの外側は特にねその傷つく心配がないので、ちょっとこの固めのブラシですね、こいつに乾燥してやっていきます。この乾燥も早くていいですね。磁石でついてるんでパチパチっとすぐ、つけることができます。このあたりもですね一応汚れっていうかホコリみたいなのがちょっとねこの辺くっついているんですが、少しカメラ越しじゃ分かりづらいかもしれませんね。それじゃあやっていきます。特にこういうリングのねこのチェッカリングの部分とかは汚れっていうかホコリがね付着しやすいので、
こういうのがあると便利ですね。この辺の、ダイヤルとかこういったところ、ボタンとかもね、パパッと拭いていけば、いい感じですね。簡単にホコリがバンバン飛んでて楽しいですね。じゃあラストに、この底面ですね、この後ろの部分、ここもやっていきましょうか。ここもレンズなので柔らかいのをつけていきますと、はい、この部分もね、特にホコリとか汚れがつきやすいのでね、まあ汚れに関しては本当に拭き取った方がいいんですけども、こういう、奥に入り込んだゴミとかはこういうフロアで飛ばすのがいいかと思います。もういい感じですね。はい、といった感じで、あっという間にですね、レンズ全体のホコリをね、吹っ飛ばすことができました。じゃあ次はですね、ちょっと厄介なこちら、はい、うちのチャンネルでもおなじみ、インスタ360-1RS1 インチライカ360のモデルなんですが、これですね、実はこの後ろの方にライコートのね、ウィンドジャマー、モフモフをつけたおかげで、綿ぼこりがめちゃくちゃこのね、レンズにつき、あーもうついてる。こんな感じ、もこれね、わかりますかね、ここにね、思いっきり綿ぼこりがね、ついてるのがわかるかと思います。で、このね、レンズ部分にも結構ホコリとかがね、こう付着しやすくて、こいつがね、ほんと野外でね、撮るのがめんどくさいんですよ。でも今回ね、この BB2 があれば、もうワンタッチで、はい、パパパーっと、撮影前に本当にね、ペタッとやるだけで、ほら、めっちゃ綺麗。もう全然ね、ホコリとかそういったのはくっついていません。で、さらに、これですね、このプロテクター。このね、シリコンのこのプロテクターなんですが、これがね、ホコリは取りづらいんですよ。一応手でいつも取ってるんですけども、ちょっとこう、まあ、粘着質ってほどではないんですが、少しシリコンなのでペタペタしてるんですよね。そういった時にも、ちょっと固めのこのブラシを乾燥して、一番強いこのターボでね、風を吹きつけながら、こういう風にやっていけば、はい、この内側にね、入り込んだゴミとかも、一気に吹き飛ばして、はい、ものの数秒でですね、こんな感じでシリコンの周りについてたホコリを全部ね、吹き飛ばすことができました。内側とかも、ここも特にね、この辺り、この辺がですね、めっちゃね、ゴミとかつきやすいんですが、もう全然綺麗。うん、全く問題はありません。で、こんな風に綺麗にできたので、ここカチッとつければ、また次回からもね、気持ちよく動画が撮影できます。いや、ほんとね、パッと使った感じ、これめっちゃいいですね。特にこのライト、ここが僕お気に入りですね。このライトで、こんな風に汚れをね、浮き出すっていうかね、こう見やすくして、こうバーッと、とね、ホコリを吹っ飛ばすことができるんで、これすごくね、使いやすいです。で、以前はですね、僕はこんな感じの、缶に入ったエアダスターよく使ってたんですが、これは当然中にガスが入ってて、まあ、これがね、使い終わってしまうと、これ捨てなければなりません。なので、使い捨てなんですが、まあ当然このガスもね、連続で噴射してれば中がね、液体が冷えてきてガス圧が下がってしまったり、で、これ使い終わったらね、こう捨てなければならなかったりと、結構ね、この環境面とかも優しくないんですけども、この BB2 であれば同じくらいの風圧があって、なおかつ電動なので何回も繰り返し使えますし、で、さっきも言ったようにこのね、ブラシもね、ついていますし、ライトもついているので、で、今回はね、カメラのレンズとかを中心に拭いてきましたけども、まあ、それ以外にもね、ちょっとした手元になんかこうキーボードとかもガーッとこれでね、ホコリ吹っ飛ばすこともできますし、で、ライトもついてるんで非常にこう見やすいのでね、全然こうデジタルガジェット系持ってる方、まあパソコンデスクとかのね、ある方も本当これおすすめですね。もうデジモノ持ってる方でしたらもうみんなにおすすめできる、一台なので、ぜひね、購入検討してみてください。で、今でしたらね、このブラックフライデーのセールとかもやってるみたい、なので、動画下のね、概要欄から詳しくね、見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様何かも参考になれれば幸いです。で、今後ですね、こういったデジタルガジェット系で面白いものがありましたら、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。